これでアップしよう。やったー、完成。今回時間かかったね。曲も MV も細かいとこ直してったしね。ま、その分良くなったんじゃない？だね。今回の MV は僕の中でも自信作かも。時間かけた分いい感じのができて良かったよね。あ、それで次の曲なんだけど、この前の打ち合わせで方向性決めたじゃない？それに合わせていくつかラフを描いたんだよね。ちょっと見てくれない？え、レナナもイラスト直してたのにいつ描いてたの？動画の最終調整してる時、ちょっといい構図浮かんだから。へえ、やる気満々じゃん。じゃあ、あとは次の曲のデモが来たら作り出せるね。ごめん、それなんだけど、今アイディアをまとめてるから少し待っててほしい。へえ、Kでも時間かかることあるんだね。珍しいね。でも次の締め切りまではまだあるし、焦んなくて大丈夫じゃない？うん。はい、今ラフ送ったよ。お、結構たくさんある。3枚目かわいい。ねえ、ユキもそう思わない？一番最後のはいい。なかなかいいセンスじゃない。これは私の好きな画家の初期の絵を参考にしたんだけど。そういう解説には興味ない。あんた、人がせっかく今日も元気だな。やっぱり僕たちはこうじゃないとね。じゃ、おやすみ。今日はサクッと終わったし、いっぱい寝ようっと。にしても、前にエナが世界に行っちゃった時はどうなるかと思ったけど。前より楽しそうに絵が描けてるみたいで、本当に良かったな。っていうか、エナのお父さんが有名な画家だったなんてな。びっくりしちゃった。僕たちっていっつも一緒に作業してるけど、お互いのことを何にも知らないんだよね。もうちょっと知ってたら、あんな風になる前にエナの相談に乗れてたのかもな。でもな、僕たちが話すのって作業チャットと打ち上げの時ぐらいだから、そういうこと話す機会ってあんまりないし。あ、そうだ、人形店の時みたいにまたみんなでどこかに行ってみるのはどうかな。あの時は真冬が大変だったけど、おかげでちょっと真冬のことが分かるようになったし、いつも行かないような場所に行ったらもっとお互いのことを知れるかも。でもどこかに行くって言ってもどこに？春だし、時期的にはお花見とかだけど。お花見はいっか。せっかくどこかに行くんならもっと面白い。あ、お、このクラスはお化け屋敷やってるんだ。飾り付けよくできてるな。こういうのエナとか結構ビビりそう。真冬は怖がったりしなさそうだけどね。奏ではどうだろう。驚いたとこちょっと見てみたい気もするけど。お化け屋敷とかいいんじゃない？この前ネットで心霊スポットまとめ見かけたし、そういうところに行ってみたいな。
お化けトンネルとか、いわくつきの神社とか、面白そう。あ、でもただ心霊スポット巡りしたいなんて言ってもみんな絶対 OK してくれないよね。うまく説得する方法考えなきゃな。ただいま。今日はお客さん多かったな。ま、あったかくなってきたし、新しい服買いたくなるもんね。よっし、それじゃ作業しますか。そろそろ次のデモができてる頃だし。ん？かなでから？今日は世界に集合したい。かなでから世界に誘うなんて珍しいな。あ、もしかして何かあった？わかった、今から行くよっと。急いで行かなくっちゃ。あ、真冬、エナ、もう来てたんだね。連絡があったから。でも肝心の奏が見当たらなくて。あ、いた。奏、みんな急に世界に集まろうなんてどうしたの？ごめん。奏がこんなに真剣に謝るなんて、一体何があったんだろう。大丈夫だよ奏、何があったか知らないけど、僕は奏の味方だから。それで一体どうしたの？実は。次の曲のデモができてないの。あ？つまり今の話をまとめると、奏スランプになってるってこと？ごめん。作り続けるって言ったのに。ちょっとそういうのやめなさいよね。奏だって好きでスランプになってるわけじゃないんだから。私はわかるよ。書きたいけどイメージ通りにならなくて何回も書き直すことってたまにあるから。たまに？いつもそうじゃない。うるさい。それでどうしてここに集まったの？一斉に来て騒がれるとうるさいんだけど。リン、この前はみんなが来ると楽しいって。む、それでどうしてここに集まったの？あ、スルーした。一人でいてもアイディアがまとまらないなら相談した方がいいかもしれないと思って。でも私も瑞希も曲は作れないからな。あ、でも真冬なら。私が何か言っても意味がない。私には誰かを救えるような曲は作れないから。そっか、何かヒントだけでも見つけられればって思ったんだけど。じゃあいつもと違うことをしたら？え？うん。今のままじゃダメなら、今までしたことない新しいことをしたらいいんじゃない？新しいこと？あ、それなら。あ、ん？どうしたの？ミク。来る。え？あら、みんな揃って出迎えに来てくれたの？
メイコ。え？いやー、びっくりしたな。まさかリンに続いてメイコまで来るなんて。ね、この前の人形もそうだったけど、突然誰か現れるなんて、ほんと変なところ。ま、何にしてもこれから仲良く。最初に言っておくけど、私のことは気にしないでちょうだい。え？あなたたちに手を貸すのは、ミクやリンで十分でしょ？私は違う観点から、あなたたちを見守ることにするわ。違う観点って。だから、私のことはいないものだと思っていい。わかったら、どうぞ話を続けて。ああ、うん。なんか冷たくない？そう。あんたには聞いてないから。まあ、そっけない感じはするかもね。でも、それはそれとして。僕は秋山瑞希。で、左から奏と真冬とエナ。よろしくね、メイコ。いないものだと思っていい。と言ったはずだけど。でも名前くらいは教えてもいいじゃん。ね。そうね。それで、結局どうするの？ああ、新しいことをやればって話になって。そうそう、それで提案なんだけどさ。みんなで日帰りミステリーツアーしてみない？日帰りミステリーツアー？ミステリーツアーって何？どこに行くかわからない旅行みたいな感じかな。僕がコースを考えるから、みんなはついてくるだけで OK。 どこに行くかはついてのお楽しみ。どうどう？今まで行ったことないような場所に行けば、奏もきっといろんなアイデアが湧いてくるはずだよ。まあ、私は別にいいけど。奏の曲作りが進むなら何でもいい。そうだね。曲を作るためにできることは全部しなくちゃ。行こう、瑞希。やった！それじゃミステリーツアー決定！コースが決まったら連絡するね。あ、みんな、おーい、こっちこっち。あ、瑞希。朝から元気すぎでしょ。眠。おはよう。真冬もおはよう。みんな時間通りに来て偉い。じゃあ早速出発しよっか。それで今日はどこに行くの？それ言っちゃったらミステリーツアーにならないでしょ。着いてからのお楽しみだよ。それじゃレッツゴー。で、ずーっと電車に乗ってるわけだけど、いい加減どこ行くか教えてよね。どんどん田舎の方に行ってるけど、山登りでもするつもり？もう、エナは短気だな。こういうのは着くまであれこれ想像するのが楽しいのに。ま、もうすぐ着くし
そろそろネタバラシしちゃおっかな。はいはい、もったいぶらないでさっさとしてよね。5本。今日行くのはなんと今最も激アツな心霊スポットです。心霊は？なんで心霊スポット？まあまあ落ち着いて、これには深い理由があるんだよ。深い理由？前文化祭の時にエナの弟くんと会ったって話したでしょ。その時弟くんのクラスがお化け屋敷をやってたんだ。それでみんなとも肝試ししたいなって思って。ただあんたが行きたいだけじゃない。そうとも言うかも。あのね、何か問題あるの？は？奏が曲を作れるようになるなら行く場所はどこでもいいじゃない。うん、私に付き合わせてごめん。奏は別に悪くないってば。悪いのは行き先を心霊スポットなんかにした瑞希で。大丈夫だよ奏、むしろ僕はみんなと旅行できてとっても嬉しいよ。エナも安心して、心霊スポットとしてちゃんと映えるところを選んだからさ。そういう問題じゃない。なんだかすごく嫌な感じがする。ちょっとこれ本当に大丈夫なやつ？いやー、さすが名所なだけあってすっごい雰囲気あるね。ここ心霊スポットとしてはかなり有名らしいよ。実際に幽霊を見た人がいっぱいいて、そのせいで事故も起きてるんだって。お、ここがへこんでるのとか車がぶつかったからみたいだよ。実際見ると結構えぐいな。え、それって幽霊のせいで事故があったってこと？じゃ入ろう。え、本気？奏が曲を作れるのなら入る必要もないけど、作るそう。ホラー調の曲なら、イントロをダブルベースにして、ところどころ呼吸音を入れるとか。ほら、奏が曲作れるなら入らなくても大丈夫でしょう。その曲で誰かを救えるの？入ろう、奏。うん。この際ホラーの曲でもいいでしょう。うわ、結構長いトンネルみたい。まだ昼なのに真っ暗。ただの古いトンネルだね。ただの？禍々しさがすごいんだけど。そういえばここに出てくるのは髪の長い女の幽霊なんだってさ。何急に。でも普通の女の人に見えるから、車で通りかかった人がどうしたんですかってつい声をかけちゃうんだって。そうすると何かブツブツつぶやいてるのがわかる。何を言ってるんだろうって耳を澄ませると聞こえるんだ。何が？小さい声で何度も痛いって言ってるのが。それでその声を聞いちゃった人は大変なことになるんだってさ。大変なことって？さあ。え、さあって何？っていうか、こんなところでそんな話
するのやめてよね。ごめんごめん、全然何も起こらないからついさ。ほら、もう出口も見えてきちゃったし。ああ、なになに、誰、なになに。お、ちょっと、レナ、急に暴れないでってば。だって今そこで、何か動いて。タヌキ。あっちに走っていった。タヌキが落ちてた缶を蹴ったみたい。なんだタヌキ。もう驚かせないでよね。エナってば驚きすぎでしょ。うん、真冬どうしたの。奏がいない。さっきまで隣にいたのに。そんなことある。おーい、かなで。返事ないね。どこ行っちゃったんだろう。どっかで迷ってたら大変だし、ちょっと戻って見てくるよ。二人は出口の方行ってて。私も行く。驚かせてごめん。さっき物音がした時、反射的に逃げちゃって先に出口に着いたんだけど。でも奏だよねって声かけても返事なかったし。その走ったせいで足をひねっちゃって、それどころじゃなくて。あ、痛い痛い。あれってそういうこと？なんだ。全然笑い事じゃないんだけど。ごめんごめん。かなで、足は大丈夫？うん、もう歩ける。よかった、これで次に行けるね。次もあるの？さすがにもう帰ってもよくない？奏が曲を作れるようになったなら帰ってもいいけど。まだ難しそう。そう。じゃあもうさっさと次行こう。次、こんなトンネルじゃ湧くイメージも湧かないってば。そうだね。二人はもう十分満喫したみたいだし、次行こっか。うん、よかった。二人とも一人にさせちゃって悪かったな。
次はちゃんと4人で一緒に行動しよっと。でも、幽霊、よかった。普段見れない顔が見れたからちょっと新鮮だったな。というわけで、次のスポットに到着。ここは神社？ここも不気味だけど、まあ外だし、さっきのトンネルよりはマシかな。ただの神社に見えるけど、どこが心霊スポットなの？ふふ、よくぞ聞いてくれました。ここは通称呪いの縁切り神社って呼ばれてる神社なんだ。呪いの縁切り神社？そう、昔大きなお屋敷に仲のいい姉妹が住んでたんだ。二人はどんな時も一緒にいて、お互いに大切に思い合っていたんだ。だけどある日、姉妹がかくれんぼをして遊んでいた時、火事が起きたんだ。お姉ちゃんも妹も火の中でお互いを探し回ったんだけど、結局見つからないまま死んじゃったんだ。またすぐそういう話する。かわいそうだね。それでバラバラのまま死んじゃったから、二人は一緒にいられる人が羨ましくなって、強く思い合う人同士がここに来ると呪いをかけて離れ離れにしちゃうんだ。で、そんな二人の魂を鎮めるためにこの神社ができたんだってさ。そこまでしてんのにまだ化けて出てくるわけ？さすがに成仏しなさいよ。っていうか、死んだ後他人まで呪うくらい仲のいい兄弟とかいないでしょ。そう？僕はお姉ちゃんと仲いいけどな。そういえば、瑞希はお姉さんがいるって言ってたっけ？海外に住んでるんだよね。うん、年は離れてるんだけど仲いいよ。まあだからってバラバラに死んじゃっても幽霊になって呪ったりはしないと思うけどね。でしょ？うちも弟いるけど、そんな風になるかって言われると、うん、間違いなくあいつはならない。確かに弟くんは出てこなそう。でも確かに言われてみれば、死んでも会いたいって思うくらい仲いいのはすごいよね。みんなはそういう人いる？そういう人って？死んでも離れたくない、離れるならみんな呪ってやるって思っちゃうくらい一緒にいたい人。尊敬してる人はいるけど、死に別れても誰かを呪おうとまでは思わないかな。まあね、私も結構仲いい友達はいるけど、それほどかって言われると。それもそっか。真冬は？わからない。ま、今のあんたはそうかもね。そういう僕も別にいないけどね。みんないないなら私たちは呪われないね。うんうん、確かに。僕たちそんなに大事な人がいなくてよかったね。そんなことで喜ぶのもどうかと思うけど。いいじゃんいいじゃん、僕たち似た者同士ってことで。それより、奏、曲のイメージは固まりそう？アイディアは浮かんできてるんだけど、曲になるかっていうと。そっか。もう次が最後のスポットだけど、まあ諦めずに行ってみよう。
ねえ、メイコ、どうしてみんなにあんな風に言ったの？あんな風って？私のことはいないものだと思って、って。うん。みんなのことを知りたいなら、みんなと話した方がいいと思う。そうね。それも一つの手段だわ。でも、近くなりすぎて見えなくなることもある。だから私は、距離を置いてあの子たちを見守ることにしたの。え？真冬の思い出できた。この誰もいない世界に、あの三人だけは、出入りできる。つまり、真冬にとって、あの三人はとても大切で、欠かせない存在。でも、あの三人も何か抱え込んでいる気がするの。私は、その正体を知りたい。特にあの子。水木は、大きな思いを抱えているみたいだから。でもさ、なんとなく、僕たちって似てるような気がしたんだ。周りに少しずつ自分の形を変えられそうになってるところとかさ。それに抵抗したり、受け入れたりして。そうやって必死になってるうちに疲れて、全部どうでもよくなっちゃう。そんな感じが似てるなって。前、水木は真冬に自分と似てるって言ってた。似てる。水木が真冬に、真冬はミクのそばで黙ってることが多いし、水木は私にリボンつけて遊んだり、いつもうるさいから。タイプは全然違うけどね。でも、なんでだろう。私も、ちょっと似てるって思うな。そう。もしもそうならあの子は、一体、どんな思いを抱えて笑っているのかしら。本日最後の心霊スポットはこちらです。かなで、ここで曲のイメージまとまんないと帰れないから頑張ってね。頑張る。ここって学校？うん、音楽室に生徒の霊が出るっていう噂がある学校なんだ。なんでもピアノの全国コンクールに出られるくらいすごい女の子がいたらしいんだけど、みんなからの期待がプレッシャーになって、それに耐えられなくて死んじゃったんだってさ。で、校舎を取り壊そうとするとその霊が邪魔して、いつも怪我人が出ちゃうから取り壊しの計画がなくなっちゃったという。だからそういう話わざわざしなくていいから。だってせっかく心霊スポットに来てるんだし、そういう話した方が。期待はかけられてか。わ、それでよかったのかも。余計なものがなくなって一人になれたなら。え？なんでよ。その方がずっと楽だから。真冬、みんなと旅行してる最中に言うことじゃなくない？って、ちょっと！あ、校舎の方に行っちゃった。あ、待って真冬、かなで、えな、僕たちも一緒に行こう。ああ、もう、勝手な行動しないでよね。あれ、真冬いない。え、本当？まさか校舎の中に入ってないよね。入り口は鍵がかかってたし、窓から入ろうとしてたらさすがに気づきそうだけど。真冬！
返事ないね。ちょっと僕あっちの方探してくる。二人は真冬にメッセージ送って門の方で待ってて。あ、ちょっと瑞希。こっちにもいない。もしかして本当に校舎の中に入っちゃったのかな。でも扉や窓は閉まってるみたい。行き違っちゃってるだけならいいんだけど。あ、それでよかったのかも。余計なものがなくなって一人になれたならその方がずっと楽だから。真冬、さすがにないと思うけど、でも、もしかしたら。行ってみよう。真冬、いる？見当たらないな。こっちに来てないならそれでいいんだけど、もしまた前みたいになってたら。もう少し探してみよう。あれ、あそこにいるのって。メイコ、ちょうどよかった。みずき、あのさ、真冬こっちに来てない？一緒に出かけてたんだけど、どこかに行っちゃって。ここには来ていないわ。ここはあの子の思いの世界だから。来たらわかるはず。そっか、ありがとう、メイコ。何か思い詰めてこっちに来たんじゃないかって思ってたから。そうじゃないならよかったよ。でも本当どこ行ったのかな。怪我とかしてないといいんだけど。瑞希は真冬を、あの子たちを大切に思っているのね。え？ああ、まあそうだね。一緒に曲作ってるし、なんていうか仲間みたいな感じ。そう。なら、これからも、あの子たちと一緒にいられるといいわね。うん、そうだね。これからも4人で曲作って、たまにこうやって遊びたいな。あ、それじゃあ僕そろそろ戻るね。真冬のことを探しに行かなきゃ。ええ。世界にもいないってことは本格的に迷子になってるのかな。一旦最初別れたところに戻って。あ、いた、瑞希。あ、どうしたの、エナ。真冬がフラフラ歩いてくの見つけたから伝えようと思って。今奏が後を追いかけてるところ。ほんと世話が焼けるんだから。ありがとう、エナ。じゃあ行こう。あ、かなで。真冬はどこに。って。わあ、すごく大きな桜。すごい。あ、真冬！いたんだ。いたんだって。こっちは散々探したんだけど、ふらふらどこかに行かないでよ。ごめん。え？あ、うん。あ、わかればいいけど。桜、見てたの。なんとなく目が離せなくて。
そっか。桜か。あれ？なんでだろう。昔より桜が綺麗に見える。すごく大きいけど、それ以外は普通の桜なのに。昔見た時はもっと。ああ、今日は見慣れない子が多いと思ったら入学式か。春は出会いの季節とか言うけど、出会ってもどうせ。ずっと一緒にか。あ、あ、僕はいいや。じゃあね。桜って綺麗なのかな。僕にはよくわからないや。あの時はくすんで見えてたのに、今はどうしてこんなに、どうしてこんなに綺麗なんだろう。え？花の最後なのに本当にこんなに綺麗に終われるなんて、ずるい。ずるいか。それはちょっとわかるかも。綺麗にできすぎてるっていうのかな。こんなこと植物に思うのも変だけど、こっちはこんなにあがいてるのにさ。あ、そっか、わかった。どうして綺麗に見えるのか、みんなと見てるからだ。そうだね。ずるいくらい綺麗だね。僕たちはみんなちょっと普通じゃないかもしれないけど、だからこうやって一緒にいられるんだって思うと悪くないね。そういえば、桜が咲いてるってことは、もう新学期なんだよね。もし、僕たちが同じクラスになったら、どんな感じだと思う？同じクラス？あんまり想像できないな。みんなで体育の授業を受けたりするわけでしょ？イメージ湧かなすぎ。体育か。疲れるからあんまりやりたくないな。それなら僕がスタミナのつけ方教えてあげるよ。運動は得意だしね。体力あった方がいいのはわかるけど、でもやっぱり疲れるのはそう言うと思った。ま、楽しく運動したくなったらいつでも僕に聞いてよ。で、勉強のことは真冬に聞けば OK でしょ？こ
答えしか教えないよ。それで十分。めちゃめちゃ助かる。それじゃ勉強にならないでしょ。真冬はどう思う？みんなと同じクラスだったら。エナは毎日遅刻してそう。は？さらっと失礼なこと言わないでよね。そう思ったから言っただけ。でも美術の授業にはちゃんと出てそう。わかる。でもエナって書いてるときうんうんうなったり、急にこんなんじゃないって言うから、隣になったらかなりうるさそうだよね。そんなことしてないでしょ。え、自覚なかったの？え、嘘。そんなに独り言言ってる？たまにミュートし忘れてる時とか。たまに？結構の間違いじゃない？え、ちょっと教えてよ。でもあの声聞くとエナが頑張ってるなって分かって結構好きだよ僕。あのね、っていうかそんなこと言ったら瑞希だって。ああ、喋った喋った。なんか最後の方は普通におしゃべりしちゃったね。ほんと、話すだけならわざわざこんな怖いところまで来なくてもよかったのに。でも楽しかった。それに今なら曲も作れる気がしてるよ。え、ほんと？うん、瑞希がいろんな場所に連れて行ってくれて、いろんな話をしてくれたから。嘘、あの話で曲作れるようになったの？うん、神社の姉妹の話とか廃校の女の子の話、私の知らないところで救われてない子たちがまだたくさんいるって気づけた。その話を聞いてたら、この子たちを救えるのはどんな曲なんだろう、この子たちにも届くような曲を作りたいって思えて、自然とイメージがまとまってきたんだ。本当にありがとう、瑞希。そっか、よかった。いやー、奏とエナが結構怖がりだってこと知らないで誘っちゃったからどうなることかと思ったけど、奏の役に立てたならよかったよ。私の役には全然立ってないけどね。まあ、あの桜にはいいインスピレーションもらったかも。それより大丈夫なの？時間、最寄りの駅までのバスが5時に来るって言ってなかった？あ、そうだね。じゃあそろそろ移動しよっか。真冬は今日どうだった？いつも行かないような場所に行ったから面白かったような気がする。そっか、よかった。そう思うならもうちょっと楽しそうな顔すればいいのに。エナはずっと顔が引きつってたね。普通はこういうところ来たら引きつるの。よかった、3人とも楽しそう。僕も今日はすごく楽しかったな。みんなの意外なところたくさん見れちゃったし、またこういう風にどこかに行って遊べたらいいな。来月とか来年とか。うん、そうしよう。ねえみんな。ん？何？今日はすっごく楽しかったし、こんな風にまた来年も。また来年も。瑞希、なんだろうこれ。何か胸につかえて言葉が出てこない。どうしたの？あ、言おうとしたことを忘れちゃった。え？
もう、ボケるの早すぎでしょ。しっかりしてよね。っていうか、もうすぐバス来ちゃうよ。早く行かないと。あ、うん。なんで今、言えなかったんだろう。みずき！うん。今行く。みんな寝ちゃった。普段こんなに歩き回ることなんてないだろうから疲れちゃったよね。奏とエナは夜も作業してるし、真冬は昼に学校行ってるからやること多いし、それなのに付き合ってくれて嬉しかったな。今度はあんまり歩き回らなくて済むようなコースを考えなくっちゃね。初めてかもしれないな。誰かと来年も一緒にいたいなんて思うの。今まではそんなことを全然思わなかったのに。いつも今が楽しければそれでよくって、これからもそんな感じなんだろうなって考えてた。でも今は。だけど、なんだろう、この感じ。胸の奥が疲れてるみたいな気がする。一体、なんで？これからも、あの子たちと一緒にいられるといいわね。あ、これからも、これからも一緒にいるなら、僕は、伝えるのかな。僕のことを、みんなに。ああ、そっか、話せないって思ってるんだ。ずっとずっと無駄だったから。来年も一緒にいたいのに、僕はどうせまた無駄になるってどこかで思ってるんだ。だから言えないんだね。また来年もって、自分のことが話せないなら本当の友達になんてなれないのに。ああ、お互いのこと何にも知らないからもっと知ろうなんて考えておいて、僕が一番何も伝えられてないじゃないか。みずき、みんなお疲れ。すっかり暗くなっちゃったね。首痛い。かなで途中から思いっきり横向いて寝てたもんね。私はもう帰らないと。そっか、真冬は家族より早く帰らないといけないんだよね。またね、真冬。うん、それじゃあまた。バイバイ。暗いから気をつけてね。じゃあね。で、私たちはどうする？いつもみたいにファミレスでご飯してもいいけど。今日はここで解散にしよっか。二人とも歩き回って疲れたでしょ。そうだね。ずっと歩いてたからちょっと足が痛いかも。でしょ？ちゃんとお風呂入ってマッサージした方がいいよ。うん、ありがとう、みずき。じゃあね。バイバイ。あれ？エナも奏と同じ方向じゃなかったっけ？この辺で他に用あるの？別にそういうわけじゃないけど。
瑞希、大丈夫？え？大丈夫って何が？何がって言うと、うまく言えないけど、なんとなく。僕の顔疲れて見える？あ、もしかして雲あるとか？そういうのじゃなくて。なんだ、よかった。まあ、さすがに今日はたくさん歩いたから僕も疲れちゃったのかもね。心配してくれてありがとう、エナ。本当に大丈夫なの？大丈夫大丈夫、心配性だな。僕よりエナの方が疲れてるだろうし、今日はゆっくり寝た方がいいよ。あ、僕はちょっと気になるショップ寄ってこうと思うから、この辺でバイバイだけど。うん、じゃあまたね。あ、次の曲の素材明日送るから見といてよ。オッケー、じゃあバイバイ。見間違いじゃなかったよね。